さあ始まりました「トゥナイト5」イブイエーイ <laughs> さあこの番組はですね毎週月曜日から金曜日まで吉本芸人がですね週替わりでやっている番組でございます水曜日担当は沖縄が生んだお笑い界の怪物ルキー島袋しゅぶですよろしくお願いしますそしてですねえいつもですね隣にいる私の相方と言ってもいい知念隆先生がですね今ものすごく腹痛に襲われているということで あの、<laughs> オープニングに間に合っておりません。申し訳ございません。もうそろそろ来るはずではあるんですけども、えー、5分前ぐらいにですね、多分今日お前一人でやってもらうかもしれないということを言われて、今、ここに立っているんですけども、マイクの前に座っているんですけども、まさかの高し先生がですね、あ来たんですかね。あ <laughs> やばい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 。これはやばい。30秒の遅刻ですよ。いや、申し訳ありません。すいません。いやいや、やっと来ましたね。皆さん、こんにちはでございます。こんばんはですけども。まなかったですというか、もう遅刻です。いや、そうですよ、遅刻ですよ。遅刻ですね。 これはもうちょっとあのはいいずれなんでなのかっていうのはちょっと分かるようにしてありますのでいやはいはいはいちょっとあでまた事情を説明しますんではいあの私初めてですねはいオープニングのこのどなりみたいどなりっていうんですかこれどなりオープニングコールみたいな番組のコールですか番組コールをしたんですけども意外といけるなっていうことを気づいたいけるいけましたね意外とスッといけましたねマジでなんか染みついてましたね いいやいや、俺が言ってるからね前から <laughs> <laughs> 染みついてるの俺が染みついてるの分かったかいつも聞いてるだけで行、うんあのー、ってはいないじゃないですかあどういう意味どういう意味何、あのー、て言うんですかだから行ったことがないじゃないですか僕は<ー>知念さんがいつも言うんではい<ー>でもいざ言ってみたら、うん、あ結構 俺の方がいいんじゃないかっていうああなるほどはいそんな感じしましたよね皆さんいやどうですかねそんなふうに来てますかいや分からないですけども来てます大丈夫ですかまあすぐも大丈夫本番は」そう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 もう行っちゃったんです僕がかしさんがこの遅れた理由を何ですかだからこの腹痛ですよね腹痛ですよね やばい腹痛があるって言ってたね。あ、そうなんですよ。千円さん大丈夫ですか？みんなみんながもう心配してくれてますよ。千円さん意外にイケメンだなと。そうそうそう。え？マジですか？千円さん大丈夫ですか？あとメガネはどこへと。あ、本当だ。そうなんです。あ、今日メガネやってない。今日ね、久しぶりのよ。はい。お化けなくて。はい。なんもない日だったんで、休み。あ、もう一日オフという。というかまあ僕が言ったんですけどね。はい。 ちょっと今パンフレット配りそういうのやってましてこれが期限が明日までだということでちょっとこれは厳しいぞと昨日の時点で明日今日まで言ったら今日のこと今日で配り終えたいからっつってちょっと休みをいただけないでしょうかみたいな感じでやって実際配ってなんかその数ヶ月前にねネタでねコンタクト買ったのよ。 ネタでコンタタクトったでネ使いたかったから俺あの天狗のネタしたああいや分かりますよ伝説のやつですよね天狗になって滑るっていやってその時にどうしてももうコンタクト必要だって買って1万6000したの高その値段ですかあのねんか1か月分買おうと思ったんだけどはい あのメガネの人が3か月分買った方がお得だよって言われてうわじゃあじゃそれでーっつって <laughs>、はい、それで1万5000円ですか 1>, <laughs> 1万6000円1万円すか買ったんだけど完全に、はい、あのー、僕はあの普段メガネずっとかけてるんですけど、はい、いかんせんその使う機会がないとコンタクトそうですねここだと思って今日ああなるほどなるほど、うん だからコンタクトを消耗させるためにつけてきたなるほどねそうそうあれ言っとくけど賞味期限的なのあるからなコンタクトですかんか一応期限あるのよあれはそうなんですかえあるんですね1万6千をドブに捨てるわけでだまされてるじゃないですかだまされてないようでもコンタクトしないと見えないですかやっぱり何にも見えない 何にも、ネタのために一万六千円。それで結果よ、上に上がれるんだってわかるよ。三分やってよ、三分滑りよったよ、お前。鬼だな、マジで。一万六千円取って、お前。天狗のネタ。天狗のネタ。や、ばかったですよ、それ、なんか、なんかの写真見たいんですけど。でも、キャンさんのフェイスブックかなんかかな。そうなんですかね、なんか。すごかったですよね。うん。

30年,30年前、はい、中国人にはめっちゃモテるタイプの、うん、日本でもないし、はい、中国でもさらにも30年も前今でうらないってうそうそうそ <laughs> <laughs> なんかそう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 そ 富裕層の中国人。はいはいはい。わかるよなんか。言いたいことは。わかります。うん、<laughs> 見てるもんな。めっですね、うん、この。ラジオ聞いてる人にも。ツイキャスとかあのー。そうですね。ニューストリームでも配信してますから。はいはい。ぜひぜひ皆さん見てみてくださいね。<laughs> メールアドレス言っときましょうかあそうですねめっちゃ久々にアドレス言うの久々ってやばいやばいですよねぶっちゃけやばいと思うよこれ一番最初に言うやつですもんね FM コザのメールアドレス 761‐FM コザ .jp761‐FM コザ .jp となっておりますぜひメールの方もお待ちしておりますよろしくお願いいたしますんか実際じゃあメールとか来てますかね

読みますか、いや、どうします。読みましょう。こんばんは、松村香おり孝しです。知念さん、しのぶさん、こんばんは。こんばんは。はい、知念さん、ピン芸人ライブと、知念 vs. コントピア、楽しみにしてます。はい。しのぶさん、知念ライブ、楽しみにしてます。かっ時間オーバー、絶対ダメよ。はい。得点稼げるネタやって。はい。お願望って。はい。早速ですが、質問です。自分が思う、懐かしいって思うもの。 歌とかドラマバラエティ番組バラエティとかお笑い番組とかね、うん、はい、えー、そういったものなどはそういった懐かしいものは何でしょうかとはいまあ簡単に言うとジェネレーションギャップですはい、えー、よろしくお願いしますではチェケラーとチェケラーでございますねありがとうございますジェネレーションギャップ 僕と忍ぶのジェネレーションギャップってことですかね。そうですね。でもな五歳ぐらいしか離れてないですもんね。いくつ？自分今二十一です。ね二十七になったから。六歳ですね。六歳か。あんまり離れてるっていう感じではないですよね。懐かしいもの。はい。何？なんかある。ドラマとかですか。まあ何でもいいんじゃない。ドラマとかだと今パッと思いついたのはあの女王の教室っていうめっちゃ見てたなっていうのはありますね。なんか。 女王の教室ね多分小学校多分4年生ぐらいの時だったと思うんですよね。うん、俺がなんかドラマで懐かしいなと思うのは、はい、天国に一番近い男っていうのあったの全然わかんないっすね。分からんかな全然わかんないっすね。な <laughs> んかな陣内孝則さんと、はい、あの時男のね、はい、松岡君、はい、この2人が出てたやつ、はい、分からんかな いやわかんないですね。えいつ何年前のやつ？知念さんがいくつぐらいの時とかいやもう小学校ぐらいだったと思うよ。ああ<ー><ー>もうじゃあ全然わかんないですね。<laughs> 自分じゃあ幼稚園とかですよね、うん、もうあの超絶面白かったマジで。どどんな感じのドラマなんですか？これがよ。なんてかなこの松岡くんの役の方がはいえー、なんかなんかどうしても死んでしまうみたいな。 すかもうでに決まってるらしいですよ人生での陣内さんの役が死神というか死を知らせてくれる役なんだけど「お前はいつまでにこんなことをしないと死にますよ」みたいに言われてその言われたミッションを頑張って自分が生き延びるためにやっていくっていうはいなるほどこれがもうめちゃくちゃマジラすか 一番面白いからな <laughs> 結局。そうですか。<laughs> そうそうなんですかだって面白, <laughs> 面白いっていうドラマは多分みんな知ってるはずですよ。俺が見てた時のドラマみんな知ってるはず <laughs> 一番もう盛りてたから。<laughs> <laughs> え女,王の教女王の教室は分かりますよね見てたけど,たけどほ,らほら見てるじゃないですかのねはいはい実は優しい先生だったそうなんですよそっから自分天見幸好きになっちゃったっていうね <laughs> 天見幸好きな好きなんですよ今めっちゃあ、えー、ボスとかも見,見ましたしボスも好きです僕ああボスなんてもうもはもう最近ですかね<う>あれ違います、ね、もう最近よですよねだって大、うん 1> 第1シリーズっていうのこのシーズン1が2009年でシーズン2が2011年ですからね、うんうん、あんまりそんな詳しく覚えてない自分 <laughs> <laughs> シーズンであんま考えてないわけな今でも見ますからねボスは本当にえっ今でもっていうのは DVD D とか書りたいってこと ?DVD ではなくてこの動画っていうかこの <laughs> YouTube とか YouTube とかではい あ、はあはあ、面白いですもんね。あの刑事ドラマなんですけど、うん、なんかバラエティ要素というか何ていうんですか。あの。ああ、なるほどね。お笑い、お笑いもちょっと入ってるんで、ケンコバさんの。うん、あのゲイの役がめっちゃ面白いですよ。<laughs> いや、めっちゃいで笑う。もう完璧じゃないですか。ケンコバさん、の体型で。 ゲイの役なんだよ。ゲイの役なんですよ。見たことないですか？わかんないの。めっちゃ面白いですよ。一回見てください。わかった。刑事ですよ。刑事ではい。刑事でもあま美きさんがこのボスの役であの片桐り入り間違えた。肩切り入り間違えました間違えました。個性派女優肩切り入り。だからまあいろんな人が出てその何て言うですかね。まあ男が好きな役っていう。ああ。これめっちゃ面白いんで見てもらいたいっていうのはありますけど。ドラマな。なんかあれやってたけどな。 なんか病院のドラマではいどんなタイトルだったか忘れたけど曲、あのオープニングかエンディングかの曲がはいチャゲアスのやーやーやーえへわかんない最低昔ですかうん昔昔めっちゃ昔だった全然わかるわけないじゃないですかかなーからんかなどういうあ 白い巨ととかですか白い巨とよりもお前よ。白い巨とめっちゃ懐かしくないですか俺は中学校の時であれあ、そうなんですか財前先生。佐藤先生。最後死ぬやつですよね。最後。んか記憶ありますね。なんだろうな。白い巨とありましたね。あとドクターこととかですかドクターことね。懐かしくないですかあくけどあれ高校の時やから俺が。えあれ高校の時マジっすか あれもなんかシーズン1とシーズン2ぐらいありましたよねかだからあんまりシーズンで考えてないなこのといやいやあるじゃないですかなんか売れたら売れたらっていうこのヒットしたドラマってなんか続編みたいなのがまあまあまああるけどよなんか結局シーズン2とかってあんま見ないですか不作が多くないあ確かに確かに見ないですけどまあ GTO とかですよねこれはもうあれになっちゃいますけどはい変形になっちゃいますけどもなるけど GTO は見なかったですけどね最近の GTO なんですけど大丈夫かなあんまり笑いどころあるかな今日の放送しんみりしちゃいますねこの思い出したら思い出したら違うこのまあ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 何もなそう懐かしい話だと懐かしい話だあれだ昂太が言ってるわ振り向けばやつがいるこれだ全然わかんないですからんかなよくわかるな昂太 結構見るんですね。まあテレビっ子っぽい感じしますからね。ここうん。そうだね。はい。なんかなー。で逆になんか最近あったこととかある？普通に。なんか。最近あったことですか。うん。もう話題変えよ。<laughs> <laughs> もう話題変えよ。そうですね。う,すねうん。この一週間あったことですか。うん。最近。この一週間あったこと。なんかあったかなー。 まあ自分はこのプライベートなことでしかないですねえ<あ>まあ何すかなんすかただ遊んだだけってことですよ <laughs> <え> <laughs> ただ遊んだだけですよなになになに、気になるえ気になりますおうん別に大したことじゃないですよ全然 <laughs> いい,いいよいいよなただ友達が帰ってきてたんで<う>遊びに行っただけですよどこに行ったの いろろんなととこ行行ききままししたねゴルフかもやいやいや自分は別にしたくないです早いよいやしたくないですよあっちが行こうって言うから「分かったよ」って言って行っただけで売れてないのにゴルフやる芸人クソだよマジでで初めてこの回ったんすよラウンドっちゅうんすかああよくわかんないけどねあれも回って 意外とハマりますね、うん。ゴルフですか？<laughs> た楽しいですね。この打ちっぱなしだと全然楽しくないんですけど、うん、この、うん、ラウンドだと全然違うんで、あ,いいでね、あと気持ちいいんですよ。は <laughs> い,いですね。あ、<laughs> 気持ちいいんですよね、はいあ。ゴルフね、俺ゴルフ打ちっぱなしとかも行ったことないなあ、そうなんですか？ない。マジない。楽しい？ 楽しいっちゃ楽しいですけどやっぱでみんなのゴルフしかやったことないみんなが一回終えるやつですから PSP のゲームはい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 わかりますわかりますあれしかやったことないあれ楽しいですよねあれ楽しいあとあのラウンドワンラウンドワンのスポッチャでしかやったことないスポッチャいやでも楽しいですよやっぱ綺麗ですしねなんか意外とルール多いなっていうのがわかりましたねゴルフはいなんかグリーンがあるじゃないですかパターとかするところあそこをむやみに歩いたらダメらしいんですよ えなんでそれはあ,あんまり傷つけないようにということでグリーンの周りで動き回ること禁止みたいな、うん、とかもなんかありましたねなんかいろいろありましたね、うん、なるほどね、はい、え普通にもう18ホール全部回るってことそうですそうですはあでも長いでしょあれめっちゃ長いです正直疲れます、うんうん、<laughs> 最後は <laughs>、うん、あれまだかまだかまだ終わらないのかっていう感じでしたけど <laughs> 惰性でゴルフ続けて <laughs> あれ今まだ16ホール目かみたいな <laughs> 長っていう思いもありましたよ。終わってみたら、やっぱ楽しいですね。うあ、そうなんだ。いいよ、あ、一番だから、八ホールぐらいまでは楽しめます。うん、そういうのもあるでしょショートバージョン。ある、あるみたいですね。ある、あるでしょ以上。多分それが一番自分は、いいかもしれないですね。うん。グランドゴルフでもいいよ、別に。最悪。おじいおばあが。全然いいよ、あれでも。楽しいよ。やってますね。そうだ。俺は最近。でったら、なかったかな。 最近かあなんか一応ライブ、はい、ライブを一応いろいろ立ち上げてどんどんやっていこうっていう流れにはなっていってるね、はい、最近は、はい、それこそ、あのー、9月の、はい、え今な8月あれ八月ですまだ、はい、9月の3日にあるピンライブ、うんはい、これにも着々と進めてますから僕ピン芸人沖縄吉本のピン芸人が集まるライブですよね えーとね、確かメンバーにね、しのぶくんがね、入ってないんだよ。ななんでだろうな。そうそう、お断りしちゃいました。おし訳ごもちゃせん。これね、お断った理由とか、俺聞いたことなかったんだけど。はい。あ、これはまず誰か誰に声かけられたの？やんないって。多分恩がえな誰だった気がしますね。はスタッフさんに、はい。ややらないかしのぶと。はい。で、なんつったの？ いや今は違うっていう <laughs> 今は違う今は違うこれ理由としては何なのいや本当に単純に今は違うって思っただけです、うん、それに、うん、野原もいたんですよ、うん、野原も便乗して俺も今は違うって言って, <laughs> 言ってましたね <laughs> ああ<ー>かまあでも楽しそうですねな,いなんかネタとかはしないですか一応ネタもやってなんかピン芸にあるあるとかお話するんですか <laughs> <laughs> まあまあまあねもう一応ライブの構成とか言っちゃいよ,よくないかもしれないな見に行く人もいるかもしれない,でしょい言っちゃいまましょうよよ<え>期待感ふ溢れますよじゃあ一個だけ言うけどはいなるほどネタはしませんネタはしないですねだったら出たかったな <laughs> <laughs> ノルマがあるからだろチケットのあそっかそれあどれくらいあるんですか、ね、でも少ないよ 八とか七ぐらい全然少ないですねそんなもんよはいあ、ヤバいどうしたちなみに音鳴ってました初音何があったかな最近はいや、違うですよ、この台風来てますよね、今ああ来てるね週末直撃みたいなってるじゃないですかうんうん大変なことですよ、沖縄市民はえ、沖縄沖縄市民ですよ沖縄市民全島がありますから、今週末ああはいはいはいこれどうすんだっていうそうだよな一応よ よはい出れんかな俺らどういうこと無理でしょじゃあ無理でしょ去年出たさゲストみたいな枠でああラジオってことはさラジオラジオなるほどラジオってことはびっくりしちゃう今ごめんなちょっと言葉足りてなかったなびっくりしました今全頭のエースあのには出れないけどどっかの青年会に行って今から出してくださいっていうのかなと思いましてそれなめすぎだそれはあのなんかこのやってるさ やってましたねブースがあってはい生ずっと生放送で十何時間もはい去年はピーチキャスするとツーシームかなあでしたねだって去年でしたっけ自分だった気がするけどなあれそんな前去年か去年はレギュラーですらなかったからね俺ら確かにそうですね全然違ったよもん確かにそうですねんでなったんですかねうんどうにかよ勝ち取ってよはいでよ なんかちょっと正直結構このトゥナイトに「t o n i t あに力入れてるとこあって俺は遅刻したやつが言うことじゃないけど、はい、<laughs> 遅刻したやつが言うことじゃないけど、はい、こ本当に熱を持ってこう取り組んでるとこあるから <laughs> ちょっと何かしらなんかその。 ツーシームだって去年 MC やってるわけだから、はい、なんか誰かしらメインの MC いてサブ的な MC 知念みたいな、はい、<laughs> 入るんじゃないかなって俺ちょっとあったわけ、ね、狙ってたんですか狙ってたわけ <laughs> で何か何か SNS かなんかでパーとて見たら今回 MC ピーチキャッスルって感じ、はい、だわけよな <laughs> もうそこでもう終,終わりそれだけだったからさ <laughs> だろって

そで今聞いや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 、しさんは、そういうのが似合いますね。いや、俺は諦めてないよ。まだ諦めていないよ、俺は。そうなんですかまだ諦めてないですかいや、乱入もあると思ってるから、俺は。来ました、マネージャーと調整ですね、これは。 は、マネージャー調整ですよ。調整して。前頭の日開けてください。お化け入れないでください。お化け感ありましたね。お化け。れるかなしかも前頭の言ってなんか、毎年雨っていうイメージがあるんですよ。去年は雨だったじゃないですか。土砂降りでこっちまで来たんですよ。そう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 。わかります。ね覚えました。家の方が、家からあっち行った方がめっちゃ近いんですよ。一旦会場に向かった方が早いでしょもう、徒歩もう三十秒ぐらいのところなんですよ。 だ回 FM 口座に集合してそっから行きますってなってバイクで降ってなかったんですよ家出るまでは家出て10秒ぐらいでいきなりどしゃ降りになってめっちゃびしょびしょになってこっち来てでアッキーさんの車で行ったんですよねで結局それでもびしょびしょになってまた一旦家帰ってそう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 しうそ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 たそう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 うはいはいはい。うう わけねわからなくなってましたけども。そうだったな。思い出しましたよあの日。いきなり土砂降りになりましたもんね。そうだったよね。なんか俺が覚えてるのは一回俺ら同じ枠で同じ時間帯で、はい。なんか俺としのぶがゲストみたいな。あはい。で本当に十分ぐらいしか出れなかったんで。そうですねはい。で出た後に、はい。もう一回出るかっつって、はい。一回このバイクをしのぶの自宅のとこまで置いて。 ああそう確かにそうでしたね1回10分ぐらいだけ出てまたこっちに戻ってきて自分の家に行って行ってバイク置いてまた行くそうそうそう最後ラインでちょっとちょこっと出ましたね確かにああありましたねそういうことよなあったなあと前途何がいいかっていうとお金がねめっちゃ落ちてるんですよ分かんないですよね知念さん分からん分からんこれちょっとねこれある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 ですよ 小学生とかだとこのビアフェスト会場があるじゃないですかあそこね翌朝もう今はないんですけど翌朝早朝に行ったらめっちゃお金が落ちてるんですよマジではいなんで昔は多分朝ぐらいにこの清掃してたと思うんですよ今はもう終わってすぐ夜にやってるんですけどなのでなかなか朝行ったらないんですけど自分たちが小学校の頃多分みんなで早朝行ってお金拾いしてましたね れれるんだめっちゃ取れますマジで普通に1000円とか落ちてますしであとこの何、うん、て言うんですかね本番中も、うん、あの人気のアーティストさんがやるとやっぱ前行くじゃないですか<う>でみんなで「わーあ,ーあ,ーあー」とかやるじゃないですか。はーはーはー 終とったら携帯とか財布とかめっちゃ落ちてますマジかよこれやばいっすよこれも沖縄仕事の芸人総出で行った方がいいんじゃないみんなお金ないって言ってるよもう特に猫のかけらな猫のあいつらはひどいっすよねあいつら二人とも携帯止められてるよマジっすかマジっすかやばいお化け中に携帯でやり取りするから携帯二人ともないっつってでコンビだから二人ツーマンセルでやってるけど二人で一組でやってるから二人とも携帯ないから お化けの事務所の携帯借りてから「キャットガツンと」って書いてあるチーム名がで社員さんにぶチ切れられるえっまずい」「ふざけんな」っつってそりゃそうですよね携帯止められるってすごいですねな何か野良猫みたいなちょっと小ギタサナがありますからあるな小ぎたさな小ぎたさなうん こぎたない感じとたくましさがあるからやっぱり生きていけるよあいつらどこでも強いよすごいですよねこの精神力っていうかやっぱすごいよ一回出へん見てる分よいけると思ういけますねあいつらはわかるなそういうのはあるよなんかその自分より底辺を見てあ俺まだ頑張れるみたいなありますねじゃあ俺も週7でお化け入っててもういやもうか月とか出たいなとか思っててもパッて受け付け3回のね はい、月の受付のほうパッパッて見たらよ受付にナミちゃんが立ってる <laughs> <いや S 2> <laughs> あ俺はまだ受付なんかじゃないんだ <laughs> 受付やったらもう終わりなんですか <laughs> 終わり終わり, <laughs> <laughs> 終わりってわけじゃないんだけど、まあ、事務所が芸人を辞めさせようっていう考えをあれしてるんですからね <laughs> 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 なんか言,わ言葉では言えないですけど行動でなんか <laughs> いやなんか週1週2って聞いたのに <laughs>、はい、今週4週5で,でええー。マジっすか 結構な頻度で入ってますねうん、うん、で奈美ちゃんいわくあのそれ受付の仕事をさらに増やされても嫌だから、はい、あんまり受付の仕事を覚えないような努力した真 <laughs> 逆のことは<の> <laughs> ですか <laughs> あの芸人に戻りたいっつって <laughs> ま仕事できないで,、ね、できないキャラとして確かにすけお化けも一応芸人ですから受付でも芸人ではないですからねそうそう <laughs> そんなこと言ったら自分もあれですよなんか最近なんかありました無料で進行やってくれないかって言われましたよおおえ誰にこの社員さんに社員さんにマジで嫌ですって言いましたえ行ったいや無料ですよえ無料それ冗談で言ってんのマジで言っていやマジですマジで無料でお金払えないけども5か月の進行してくれないかいやそれはできないですってしたら そっかていうまあまあああそんなにいったわけはいんなにいってきたのでいよいよ無料来たそうなんですよいよ前までは自分ちゃんともらってましたこの進行やる時もお金はいよいよ本当にもう無料でやってくれないかっていうの言われていや無理ですっつってまあそれそうじゃないですかやっぱり自分もきついですから空き缶集めた方がお金になるよいや本当ですよ 空き缶でも意外と集まる、結構、あれすごいですよね。空き缶って。空き缶の力すごい。よ空き缶すごいって言いますよね、意外と、なんか俺は昔聞いたことあるのは、あ、あの。空き缶のタブ。タブ。あれ一番個集めたら、車椅子と交換できるって聞いたこと。ああ、本当かな、あれ。あ、でもなんか。そういうのが。聞いたことあるというか、なんか、どこで交換して。くれる小学校とかで、なんかありませんでした。うん。小学校とかで、なんか。ボラン、なんか。 みんなの家にある何かを集めてくださいみたいなありましたよねなんかなんかあったけどなそんな感じのやつじゃなかったったあとエルマークエルマークエルマークわかりますね牛乳くんのエルマーク集めてなんかわかりますねなはし会館で子供劇場みたいなの見えるやつでしょわかのあエルマーク集めて応募みたいな面白かったよありましたよねわかるかなみんなあとんか学校の絵画とかもじゃないですか絵画っていう絵画 A をなんか L マーク何個で絵をもらえるから学校の側がみんなで, <laughs> で持ってきてくださいみたいな集めてくださいみたいなああ<ー>ありませんでしたっけなんか学校でちょっと思い出したんだけどちょっとだけ話変わるけど、はい、なんか昔 夏休みそれこそ今の夏休みの入る前によ学校とかで小学校の時をザリガニとか飼ってたのがあるああ飼ってましたね生き物をね飼ってましたでこれを世話する係ってザリガニ3匹ぐらいいるからじゃあこれを自分の家で育ててくれないかみたいなああこの1か月間だけあったの分かるかな分かりますよでんか「育てたい人いますか?」みたいなやつ俺もちょっとそういうのあ興味あったから「はい」っつって持ってきて。 したも家に持ってきた時点で「なんかこれ?」っつって親がでももう俺もなんかまさかこんなリアクションになってると思ってなかったから反対の意見多かったから「いやなんか頼まれてよ」みたいな適当な子供なりの嘘ついて結果1週間ぐらいで死ぬっていうかいなくなるのよあれってどういうことですかいなくなるの ペットトボル2リットルのペットボトルを横にしてそこに水入れて上に穴開けてから暮らすのよ。だけど案外ジャンプとかしたりするんだってするのよ。で多分ジャンプしてあれぐらいの高さをり越えたんだろうな。でどっか行ってよくあそいないいないいないいろんなとこ探したくすまごで誇りまみれになって死んでて。 うわでもなんかイメージつきますよそういうのありますよね夏休みが終わる前日にメイクまでザリガニ買って新品のザリガニ持ってきましたうわ悲しいですねそうそう悲しかったな確かに何かありますよねあるでしょんかそういうか学校でもなんか逃げ出し事件みたいな何かいなくなったみたいなありましたね確かにこれを持ってってみたいなあったでしょはい いやなんか緑ガメがめっちゃ臭くなるっていうやつね。そうそう。わ <laughs> かります。一 <laughs> <laughs> 週間ぐらい放置したら水もなんかどぶの匂いしますから。ああ<ー><が>するな。ひどかったなあれ。ありましたねなんかい<ー>生き物係とかがなんか<う>グズグズグズ,グズグ文句言うそうね <laughs> あとなあのなぜかカバなんか蒸籠がの匂いする時あったよ。<laughs> いやそれわかんないそれわかんないかんないんですかそれ。あったよ。よぎ賞。期書賞立ち上がれ。やばい。よぎ賞ってあれ、予期行為のところじゃないですか。予期っ子たちよ。あんな一番やばいって言われた。やばくねえよ、バカ。ホームレスとゲイの集まりって言われた。言ったら別に。そこで育ったんだ、俺は。

イチャイチャしてるんですよ。これイラン系、インド系のなんか二十代から三十代の人が笑ってる。なんで笑ってるの？マヒルのなんか公園の雪公園のガジュマルから前のでっかい木の下の根元で二人で座ってイチャイチャしてるんですよ。いやほっといたってくれよ。やばくないですか？い。いだろう。さすが雪公園だなって思いますよ。本当に。 いいとこですけどね、いいとこですけど、そういう人たちも個性的な人もいるよっていうこと。そこで子供たちが遊んでるの、またすごいですよね。幼稚園児ぐらいが。そうよ。あと、いつ行っても、じじいがよ、囲碁やってるって。ああ、わかります。めっちゃわかります。お酒飲みながら囲碁ですよね。囲碁やって。めっちゃわかります。ねわかる。 昼間も夕方もなんかやってますね<ー>。いやー <laughs> 本当な。雪国行こっからば。雪国 <laughs> <laughs> で一週間住んだらなんかネタ生まれるじゃないですか、うん。じゃあ一旦 CM 行きましょう。うでね、CM です。どうぞ。<laughs> こうなんかおぎれる。やりましょう。 ででででも大丈夫すすすか大丈夫ですか大丈夫ですかありがとうございま <coughs> <coughs> だいぶ良くなったんだけど、風なんですかもう本当はもうずっと日、う昨うと今日の朝、もうずっとだらくて、吐き気もしてたよ。 っあじゃあただの腹痛とかじゃなくても完全になんか風邪なんですね体調が悪かったでそれもあったからちょっと休みくださいって言ったわけああなるほどきつすぎて、はい、これ耐えられないなと思って <laughs> <laughs> あショートチノキ何やろうかショートチノ はい。今週のショーとしのぶ今沖縄で一番ホットなところよぎ公園 <laughs> どうもありがとうございました <laughs> すいませんちょっともうんかすなんか言いたくなりましたの「よ公園!」って言いたくなりました言いたくなちましたどんな人がいるんだっけあのでっかい木の下にでっかい木の下にでっかい木の下にどんな人がいるんだっけイラン系のインド系かイラン系の20代から30代ぐらいの若者の芸がいますまあ昼昼間からい発ちゃついてますなかなかいいとこですねあれの個性的あほ一番ホットなところなの沖縄ね そうですね。すね盛り上がるといいね。<laughs> いや盛り上がってますよ。<laughs> 盛り上がってますか <laughs> がます。練習コーナー,ー,ナー行きましょう。はい。次レポートです。調このコーナーは一つのお題に対して二人で対決してその勝敗をミキさんの正規さんに決めてもらいます。はい、そして敗者には勝者からのバスケーも受けてもらいます。はい,はい、はい、先週が 確か何対決でしたっけ？先週はあポエムです。ポエム対決。ポエムでしたね。出来のいいポエムが出来上がりましたね。うん、そうだね。あそうだ知念さんが負けたんですよ。そうなんですよ。そうだ。うん、<laughs> 思い出しました。何でしたっけ？あれですよ。罰ゲームです、うん、知念さんの罰ゲームが。うんうん このソング、オリジナルソング、を、ずいぶん作ってきて。それを、ロイスレコーダーに、録音して、したのを、ここで披露するっていう。あの、超恥ずかしいやつ。これはですよ。はい。撮りました。お、そして。なんで撮った、なん、なんで遅刻したのか。はい。つまり、さっき撮ったってことなんですよ。さっきトイレでいる間で、ちょっとオリジナルソングを。 アパト、え、あの、黄ばんでる中でです。あの黄ばんでる中で,でか。か <laughs> <laughs> はい。ちょトイレの方に行ってる間に。いいね、ちょっと。どうですかね。<laughs> クオリティの問題と、あと。お、せい、西洋がすごく。少ないかもしれないんで。はいはい、なんか、カバーとかできたりするんですかね。ええ、と、こっちで。音量は。あ。 はいオッケーです恥ずかしいなマジでやばいっすよあちょっと待ってくださいねこれ一回ここで生で歌ってもらったのがいいですかねいやもうちょっとあんまり覚えてないっていうのがあるなるほどなるほどわかりましたいやマジで嫌だなこれじゃわかりますマジで嫌だなわかりますこの感じわーかるなこれ嫌ですよねこのなんか自分でさこのコードを携帯に突きさす感じとかす嫌なんだけど いや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 恥ずかしいなん自信を持っていきましょうちょっとマジで嫌だこれ嫌っすよねやだ再生ボタン押すの嫌っすよね1分24秒って書いてある結構取ってるよ長い長いなまあ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 いきましょうあんまり期待はせずに聞いてほしいですねまあまあそうですねんかその自分の今の気持ちみたいのをあの本当に歌に乗せて 歌ってみたので僕の気持ちいいみたいなのをちょっと聞いてもらいたいなとはい、はい、どうぞ知念さんのオリジナルソングどうぞいきます、えー、それでは僕のオリジナルソングを聴いてください「<laughs> マイハート」「ウォー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 ウーウー」 自宅でふと時計を見る PM10 時出かける時間さホンダのジョグに乗って向かうのさおおそうさ向かう先は小座ー FM コザ FM コ座 FM 講座沖縄市にある、放送局 FM 講座でやる、ラジオ番組トゥーナイトファイブ会いに行くのは誰だ、島袋忍ぶ、ノーノーノー、エンソさん、ノーノーノー、そうさあいつシ。 なんでなんでなんでやとめんのここでしょ一番寂の一番聞かしたいところえシノモアもう絶対出てくるであのお言葉の前でそうさあの男の名前叫べですよあぶらあぶら赤石は赤石はでもこれしかもこれ個室から言って でもトイレでめっちゃ小さくバレないようにこうやってカメラにこうやって <laughs> やこ,ってく <laughs> こそのオリジナルソングもう二度とやりたくなこれ <laughs> マジでやりたくない <laughs> いや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  <laughs> どうっすかね <laughs> これ普通にさ罰ゲームとかじゃなくてさ <laughs> はい 対決にしてさ、いや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 、これやばいっすよ。取ってきたあの聞かせる対決とかどんな、いやいやいや、これ対決に持ってくるんですか。いやいやなんかちょっと歌って気持ちよかったっていうのは、なんか本当に歌手ってこんななんだな聞かしたいと思ったもん自分の歌を。年からでも、そうさあの男の名前叫べやつ。俺あん 結構あの分かるかなケミストリー意識したんだけど全然分かんなかったです全然分かんなかったです全然分かんなかったですよ本当にじゃ今週のお題いきましょうか今週のお題は大喜利対決ということですねもうシンプルな大喜利をやっていこうじゃないかとということで早速じゃあ1個目の大喜利のお題いきましょうお願いします もう行かない。居酒屋大リーグってどんなお店ああいいですね。もう行かない。居酒屋大リーグってどんなお店なるほど。居酒, <laughs> 居酒屋大リーグってどんなお店なるほど。なるほど。 世界大リーグってう <laughs> ーはーはーはーなるほどなはいじゃあ行きますはいじゃあチニーさんお願いしますもう行かない居酒屋大リーグってどんなお店 お箸が木製バット。<laughs> <laughs> ああ、ありがとうございます。シンプルなシンプルな。うん、居酒屋いざかや大グ。長いよっていうね。つまみにくいよ。はい <laughs> 行きます。<laughs> もう行かない。居酒屋大リーグってどんなお店店員が全員2メートル超えで店内がぎゅうぎゅう。 ちょっと待って <laughs> <laughs> あれなんか今日ダメだな <laughs> 今日なんかダメだな <laughs> しのぶさ <laughs> まだブンブンとか出てないのにさ、はい、消すのやめてくれ <laughs> <laughs> いやもう二人の反応見て僕は決めてます。<laughs> <laughs> <laughs> はいなはいなから、えー。えー <coughs> もう行かない居酒屋大リーグってどんな店これはもうあの皆さんツイキャスとか聞いてる方はもうそうですね。放送聞いてる方はもうじゃんじゃん送っていただけるとありがたいですね。うん、なるほど。全然気軽に行きましょう。皆さんと一緒です、僕らは。ああ<ー>。何 <laughs>、うん、だろうな。なんかああ、なんかっぽいのがんかああ、どう違うか。 大リーグですもんねじゃあいざかはいいきますはいお願いします <laughs> もう行かない居酒屋大リーグってどんなお店店長がホームランって言ったらお箸をへし折らないといけない, <laughs> <laughs> ない大リーグだとファギーってやるじゃん <laughs> ありますね怒ったりとかしたら <laughs>、うん、<laughs> やりますね <laughs> なんかやるじゃん大リーグ感あるじゃん <laughs> <laughs> もうホームランで祝って言わてくれよ。<laughs> またおらなきゃいけねえよ。<laughs> 3本目だよ、もう。っていうね。<laughs> っていう。うん <laughs>。だから。 もう行かない居酒屋大リーグってどんなお店 <laughs> ちょっとしたクレームでも乱闘騒ぎになる怖いっすからね乱闘はアメリカ人大リーグの <laughs> <laughs> あいきます <laughs> いいはいじゃさんもう行かない居酒屋大リーグってどんなお店メニューの解説者がいる <laughs> 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 なるほどなるほど言いますね解説しちゃいそうっすねいちいちほんとにいそうっすねどういうことするんですかこのカロリー高めですよこれは調理してる時も解説してくれますよ作った作った入れた入れた油を敷きましたねいちいちうるさいですよ解説してくれな もう行かない居酒屋大リーグってどんなお店？あけも結構なんかポンポン出てる感じするね。はい。居酒屋大リーグですからやっぱ。<laughs> 大リーグなのかな？うん、大リーグってはたらまあ大リーグまあまあまあ大リーグって割野球って割り切りましょう。<laughs> <laughs> できましたお願いします。うん、もう行かない居酒屋大リーグってどんなお店？ 来店したら、ああが流れる。はい <laughs> はい。はい、じゃあ、常連さんお願いします。もう行かない。居酒屋大リーグってどんなお店来店したら、ひでおう、ひでおう。飲の,のテーマソングが流れる。<laughs> あ、なんで <laughs> なのこっちの方が大事なんだ <laughs> なんでんだよ。ひでお ええで、おちすぎて伝わらなかった。どうもがいるから、大丈夫だ。あったさなんか。そういうの。いやいやいや。ありましたけど。お題変えますか。変えてみましょう。はい、いですちょっと二つ目のお題、お願いします。 アメリカン忍者の特徴を教えてくださいいいですねなんか今日答えだそうなアメリカン忍者のなんかす,なの <laughs> 何すかねスイッキさんアメリカ行きたいんすかね今 <laughs> ちょっとアメリカ意識してるよね,ねる <laughs> 世界意識してますチャンパンズした理由も <laughs> なるほど <laughs> ちょっとずつ <laughs> <laughs> 漏れ,漏れ出てきてますね <laughs> ててます何の影響なんでしょうかねアメリカン忍者の特徴を教えてください <laughs> なるほど。アメリカン忍者 <laughs> アメリカン忍者 <laughs> アメリカン忍者ってなんかもしれですね。アメリカン忍者。なんかいいですね。アメリカン忍者。アメリカ忍者。はいはいはい。あ、藤原さんお願いします。アメリカン忍者の特徴を教えてください。シュリケンの代わりにビッグマックを投げつける。あはははは。あははしは。 あると思います。ある。確かにアメリカですね。ビッグマック、ね。<laughs> アメリカから半端ないですね。<laughs> 一個一個の値段が高いですからね。なんか。<laughs> ビッグマックを投げる。アメリカン忍者。<laughs> はい。はい、八千円さんお願いします。アメリカン忍者の特徴を教えてください。基地が超高層ビル。と <laughs> <laughs> いうの。 どういうあれあるアメリカンだろアメリカ <laughs> <う>アメリカンの高層ビルのあれもうもはや忍者じゃないじゃないですか隠れきれてないじゃないですかアメリカン忍者 <laughs> アメリカン忍者はいアメリカン忍者の特徴を教えてください忍びとかなくもはや突破

はい。アメリカン忍者の特徴を教えてください。毒蜘蛛に刺されたところからストーリーが展開する。<laughs> ああなるほど。なるほど。ほどほど急に眼鏡取っても見える。<laughs> 指。指から紐が出る。<laughs> 確かにある忍者ですね。<laughs> アメリカン忍者ですね。現代風の。<laughs> スパイダーマンじゃね。<laughs> って あれ忍者から来てるってことではないですよねいやーどう確かに言われてみたら忍者っぽいですもんねスカイダーマンえとえとええあと1か,2か 1> はいやっぱもうこんな時間なんですね <laughs> なんだろうな ああはい行きますアメリカン忍者の特徴を教えてくださいイガ忍者とコーガ忍者とゴッサムシティ忍者がいる <laughs> でどういうことですか <laughs> どわか,からなから <laughs> <どう> <laughs> バットマンの住んでるとこゴッサムシティっていうじゃあわ<ー>かんないですねわかんないか<は><は>でもわか,か,かると思うんですけどすみませんわ <laughs> かんなかったです。 ベタなアメリカの地名つけとけよかったかな。<laughs> マンハッタン。マンハッタン忍者がいるみたいな。今のはでかいな。そうですね。はい、<ー>アメリカン忍者の特徴と。あ、メンマさんが、メンママンさんがね。なんだろ金髪。こんがん、青色の目ってことですかね。金髪で青色の目で、らせん,んって叫んでいる あと武器がマシンかっていうさっきのどんなお店っていうのが各あのあれですね <coughs> さっきのお題はい <coughs> どんなお店各テーブルに星しいってですか一人ついてるって <laughs> 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 大リーグのねあっ白行きますかあちょっと待ってくださいねいきましょう行きましょう白く行きましょうじゃあお願いしますアメリカン忍者の特徴を教えてください <laughs> えーくのちはマリリン・モンロー <laughs> <laughs> はいラストいきますアメリカン忍者の特徴を教えてくださいオープニングソングがひでーよひでーよこれは本当にねオンチだからダメだいや一旦 CM いきましょうどうぞさあ、これは否定されてますよひでーよダメなんだオンチだからだなんか メンママンメンママンさんかめっちゃ来てますね。金髪どうなんで。なるほどね。<coughs>

DNA 変形ですよ、本当に。こんばんじゃーって、ともちさんが、えー。今日は父ちゃんのバースデーにて晩酌中なう、挨拶に来たよーってあー。ありがとうございます。あやさんも来てますね。忘れてた。今日は東京から見てるよ。もう終わるね。残念って。ああ残念の年が。東京あやさん。あやさん。 佐賀の書籍。はい。今週のショートたかし。ええー、僕知念たかしからスマップに一言。木村君、香取君、仲良くしようよ。 どうもありがとうございました。はい。ダメですよそれは。いやなんかなんかピリってるって聞いたから。それはもちろんピリってます。仲良くしようぜと。無理ですよもうならないですよ。どうにか奇跡起きないからね。起きないですよ奇跡は。諦めましょう。諦めましょうか。はい。で一旦あの小切りの対決の勝敗決めてもらいましょうか。はい。勝った方いきましょう。今週の勝った方はどちらでしょうか。 よいしょー,ー知念高志くん勝ちました。したね、知念高ん勝ちましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。最初の辺のあれですねい。来週はじゃあどうしようかな。なに何しようかな。罰ゲームですか何がいいかな。ちょっと考えとこうかな。じゃ罰ゲームは。うんまあね <笑><笑> <laughs> じゃあちょっと明日あ来週できるようなやつ考えます、ね、はいわかりましたはいじゃあ今日の放送もそろそろ終わりということではいえー、じゃあ今日のトゥナイトファイブは千年たかしとしのぶくろしのでしたまた来週も聞いてくださいさようならさようならありがとうございました